何やこれ。いや違うんですよ。一緒に飲んどったんです。なんか一人飲んでたんですか。めっちゃ人集まってる。いや彼がそのバリアカレーいいっすね。あ、あるんすいいっすね。なんて名前でやってるんですか。うん、いやあの娘と一緒にやってて、娘じゃない、チャンネル名なんて言うんですか。えらけチャンネル、えらけチャンネルです。あ、逆に、ね、チャンネル僕ら 6DX エンターテイメントって言うんです。 6DX 入った、はい、お願いします。勝利事件簿を教えてください。動画見させてもらいます。あ、どんなんやってるんですか普段企画。いろんな、海外乗り込んで、はい、あ、もう海外のボクサーチャンネルみたいな、ボクシーではほとんどで、あとは娘と一緒にやるとか、初めての経験。いや、すげえ。さっきでもなんか、ほらもしろ、ほらもしろ、ね、ちょっとやってみたいですよね。僕、ど素人ですよ。いや、全然ですよ。もう、バリ弱いですよ。いや、全然パンチ終わる、打たないんですよ。直す前にもう通りで、すげえ。ちょんちょん当てるだけ。いや、僕ね、信じられへんのですよ。パンチを打ち続けて当たらへん理由が意味わからへん。俺が避けられへんから。まあ、言えば立ち位置としてさっきのおじいちゃんもそうですけど、立った瞬間に相手の死角に入る。当たらんところに、正面によって絶対当たるんですけど、当たらんところにこうずっとパース、打つ、ポジショニングって言って、ポジションをずっと取れば、そんなに。そこは難しくない。ライセンス持ってるんですよね。今、地下格闘技出れないですね。僕フリーランスなんで、とりあえずまあ一旦4月次の世界大会のマッチ終わって一回引退して、それからフリーの格闘家としてフリーになった時に自由になるんですね。いや今フリーなんですよ。 今のできるんですよ。一旦ボクシングは一旦4月に。いい出会いが6DX、まあ今日ね、お友達を作ろうという人なんですよ。今やってるぞ。うわめっちゃあるじゃん。で最後 6DX 最高ってあのカメラ言う。おーそうそうそう、出した出した出した。どんなリズムで言ってもう何でもいいです。何でもいいです。シックスわけわけなんだ。こんなんやってくるのかっこいい。これでもいいです。6DX 最高。お願いします。またチャンネルの概要欄に貼っておきますんで、ぜひ皆よろしくお願いします。ありがとうございます。逆にないっすか、なんかやってくれみたいな。いや、YouTube なんだね。これ、撮ってないんで。撮ってますか。撮ってえらけチャンネルお願いします。えらけチャンネル、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 えらけチャンネル。娘とやってたんだ。あ、了解です、わかりました。今日来てないんですか。了解です。よっしゃ、ありがとうございました。普通にえらけチャンネルお願いします。お願いします。お願いします。何や今まで。初めてえらけチャンネルお願いします。チャンネル登録よろしくね。ブンブン。いいね。ユーチューバーの、聖地。ここにどっち？ここ。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。かわいかったな。あ、中ちゃん。ここは中ちゃんが中ちゃんね。いや。ああ。じゃあ俺今日ここをほんまにあの紹介しようと思って来たんですよ。おお、ここ42ぐらいいるときは。はい、じゃあこれも42の中にレバーに2本入ってます。あーどうぞどうぞどうぞ。いただきます。いただきます。これ入れた方がいいですか。うん、そうやね。最初はもうこれからもう、うまい、
ニンニク。あ、なるほど。ニンニク。これも、うまいね。いただきます。うまっ。何やこれ。左。おお。お前ら。